からパンチを落としています。元の幹は伸びます。はい、伸びます、伸びます。それでも伸びている。カリンボ仕留めようということはレフェリーが止めた。1ラウンドで勝負をつけました。決着をつけたのは元の幹。前回負けてタイトルも失って、まあ、その瞬間は今後どうしようかなって感じはあったんですけど、殴らん、捕らえろ、捕らえろ。 CC のチームの仲間とこう練習している中でやっぱり MMA が楽しいし MMA が好きだなっていうのがすごく感じたので、一からスタートにはなるんですけど、またここから強くなっていこう、いこうっていう気持ちにはすぐ切り替えれました。あまり連勝しているっていう意識を持ったことがないですね。一戦一戦っていう感じなんで。1対0で勝ちましたのは姫。しかしそれを合わせてパンチを見舞っていく。練習中の中でもずっと対策して相手してくれて、その対策しつつ自分のいいところを出していきたいなっていう。打撃でガンガン来たいタイプなんだなっていうのは見てて感じています。テイクダウンされたら厳しいなっていう、まあ、自分のこう倒してからの得意場面とかも作れるようになってきたので、スタイルが違うと思うんですけど、違うなりの面白い試合ができると思うので、やり合いをやれたら見てる方も面白いと思うので、判定まで持ち込む気はないので、まあ、打撃でもグラウンドになっても全ての面で圧倒します。